酸を何に使うかだな。釣り竿もあるし。よし。とりあえず、で、あとは、行ってないところと脳を回収するか。脳を回収すると。廊下を行った方が圧倒的に早いんだけど、赤い男に遭遇する確率がうんと高いんだよね。なのでやっぱダクトは安定だね。これスプレーするときにライターが消えちゃうのに結構邪魔だな。来てるか。脳みそ。あ、もういるな。もういるね。あっ、この野郎、やった、やれたぞ。我々は雲に勝ったんだ。どうしようかな、どうしようかな。こっち来るかな、こっち来るか。あ、曲がった。そしたら脳みそが手に入った。一度徒歩で行くと危ないか。危ないよな。ダクトから行った方が安全だよな。どうしよう。結構いっぱいいんのね、こいつ。もしかしたらクモもね、敵に赤マントで位置を知らせる可能性があるみたいな話をね。歩いてった方が早いんだけどな。歩いてった方が早いんだけど。どんどんクモを退治していこうか。クモ退治。ああ、来てるか。そんなの構ってる暇はねえ。おし、オッケー、脳みそまでいった。さてと、そしたらどうしようかな。一旦ここに入って整理しよう。状況でしょう。今のところ脳みそ右腕あばら、脳みそ右だな、4つつけたのかな。あと3つ、右腕、ポコチンかな。あと目玉かもしれない。で、使いどころ不明なのが3。ああ、で、あそこ、新しいとこ行こうか。さっき行ってないところですね。もうチェックしたいな。あそこチェックしたいね。あとお腹の空いた子もいるんだよね。雲多いね。この格好どうなってんの？どっちだっけ、どっちだっけ。どっちが近い？あべ！いってー、くそ！突然目の前に来るのやめてほしいな。いや、距離開けちゃおう。ここじゃないね。後ろから来てるだろ。行ってーよ。さすがに見通しの悪いところ出てくると怖いね。ワープした音がするな。いるかも。ああ、ワープしてるな。くそ。一旦隠れよう。外が見えないの結構きついな、これな。脳みそ、あと左腕か、左腕、あと目玉かな。左腕、目玉、どこだろう。
耳とかかな。この音なんだろうね。中のフラグなのかな。とりあえずさ、触れる場所？やった、回復やった。もう来て、あ、使っちゃった、使っちゃった 間違えて使っ 違うよ。回復を使ってしまったな。まあこれで完全回復か。もっと調べ物をしたいんだよ。逃げながらじゃ調べらんねえしな。ただここには釣り竿があった。待って、一旦やり過ごすか。釣り竿があるってことは、多分針とか、例えばあれだよね、手が届かないところ下の方に何かものがあって、それを拾うとかのもんだよね。で、酸に関しては、おそらく溶かす。そんな場所あったか？特に何もなさそうだな。本日のメニュー。まあちょっと回復と使ってしまったのはあれだけど、あるな。はい、お父さん。パシッ。お前を見るたびにあいつを思い出す。お父さん落ち着いて。あいつはお前を。バレてないのか？バレてないのか？しゃがみ移動したらバレてないな。そんなことある？ね、しゃがんだらバレなかったね、今ね。よし、こっちもあるぞ。ここどこ？いつものところか、これ。あー、あそこか。ん？あれ？なんか反応が。これね、赤い文字、すごい、ちょっと遠目から見ると字がよく見えるね。あれ？来てるな。これいつものとこだよね。どうしよう、ここ。いつものルーム場所に入っちゃったな。ループ場所が抜けたい。かい。ですよね。スプレーとどっちが早い？スプレーの方が早いか。例えばさ、例えばだよ。鍵を3で溶かすとかどうよ。バケツの3あるでしょ？あれで、中庭の鍵を壊すってのは。回復じゃん。あ、手がある。待って、回復を一旦置いて。すっごい音したな。あれ、ここ俺来たことない場所、もしかして。いつもの場所と勘違いしている？いや、合ってるよね。あ、俺こっち側の教室入ったことなかったんだ。いつも夢中で逃げてるから気づかなかったのか。
この教室初めて入るね。ここ入れる。じゃあ回復ここ置いてありますね。よし。OK。では。これは避けた方がいいな。あ、そっか。これ倒しておくべきだったな。倒しておくべきだ。とりあえず手を運んじゃうか。一本道すぎるな。ん？さっきまでされてるわ。先回りされてる感じような。これがいつものとか脳があったかもしれないね、ここね。よし。ってことは、ここを右か。今、ここから来たのか。あ、やば。あ、やば。下か。来てるね。なんか声がやばくね？声やばくね？なんかいつも以上に声がやばくね？どうした？どうした？お腹痛くなっちゃった？サッチスプレーは一旦。めっちゃ切れてるやん。すっごい怒ってる。一旦やり過ごさないとあれだな。安全に運べねえな。消えた？すっごい切れてるよね。殺虫スプレーが邪魔だから、これを一旦どっかに置いて、でまだいる？いなくなった？俺さ、思うんだけど、だんだん足速くなってね。うわ！足速くなってねえか？くそ高速になってる気がするんだよね。おもん？困ったな。最初だから、一番最初は多分歩いても追いつかれなかったんだけど、これ多分パーツ刺せば刺すほど強くなる。でもだとしたらあれだよな、だとしたらパーツを一気にやった方が早いもんな。あ、いる。違うな。あ、いるいる。ダメだ。後回しにしよう。話にならん。ね、どうすっかな。時間かもしれん。あのチャイムが鳴るでしょ。チャイムが鳴るでしょ。あのチャイムが鳴ることにタイムリミットみたいなのがあって、どんどん強くなってるとかの可能性があるんだよね。あ、そっか、先に3やるか。困ったな。手を届けに行きたかったんだけど、高速で動き回ってるからなかなか。おっと、よし、ここで入り口、スプレーを置いて3を取ろう。 OK。 でできれば奥のいるな。
来てるな。あいつ電源のあのブレーカーのところ行ったり来たりしてるね。これじゃ進めねえぞ。あそこをなんとかせんと。いやだからあのブレーカーやんなきゃダメだよな。しまったな。意味のわかんないあの井戸のこのブレーカー上げっぱなしにしてたの大失敗だったな。一度こっちに誘導できないだろうか。こっちに誘導して少しでもなんとかブレーカーのとこに行きたい。しった来てるな。あべくそそっちかやるじゃん。ん追跡をやめた。よし、でもまあ目的は達成できそうだ。まずは、腕をくっつけてこようか。3の方に関してはちょっとあまりにも確証が持てないので先に腕をくっつけちゃおう。ちょっと確証は持てない。あーどっちかな。こっちだと嫌だな。外れー。あ、痛い。あ、どうせ食らう。いや、もう行っちゃおう。どうせ食らうなら。うん、大丈夫。そんなに痛くない。激しい音をするけど、そんなに痛くはないみたいだから。よし、エグゾディアを作り上げてと。赤門とクソ怒ってんだよな。めちゃくちゃ切れてるんだよな。あーくそ言ってえな。出会い頭かよ。あれあれドアが危ない。ああ嘘、そういうことある。あ、いってーくそー。いや大丈夫、大したダメージじゃない。まだ焦る時間ではない。いや、あそこにいたか。そっかそっか。来てんな。間に合わねえか。廊下は危険だな、やっぱり歩くのは。接近までが早い、とにかく。何か条件があるのか分からんけど。ザリザリっていうのが来る前にもう鉢合わせちゃうから廊下を通るのは危険だな。やはり何かで感知されてるのかな。単純に何かに感知されてる可能性はある。その状態で探索はなかなか難しいな。走ってるからといってバレてるわけではなさそうだけど。いやーなんで。なんでかな。なんでバレたかな。当たった。よし、あれ先回りされてね。よしよしよし。
うぅ、あ、目があった。雲いるね。いやー広いなー。上路もう来てるね。逃げ場所ねえな、ここ。ここプールだもんね。これは100円コインが、100円とコインって違う？あそこにいるか。なんか、あ、ここ隠れられんな。隠、また紙もあった。いやー、アイテム3つしか持てないのは結構きついな。何にもない。探索したい。あ、ここ先通ったやつかな。はい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 。ちょっと暗くてあれだな。何もないな。プールへと通じていたってわけか。オッケー。ちょっと新アイテムを手に入れられなかったな。100円手に入れたから多分これ。待ってな、いるな。どうかな、100円か。コイン、井戸に100円入れてみる。それとも自販機にも入れられるっぽいんだよね。自販機は多分回復かな。雲邪魔だな。あ、消えた。あ、自ら入ってくれたな。よしよしよし。ここ行こうかね。下から行こう。じゃあ、1階に、あ、違う、一度目玉させてくるかね。アイテムをいくつもやってもしょうがないので目玉させてこよう。ふう、あそこバグるな、画面が。よし、あと何、チンコ、あ、ナチュラルに似てしまった。あとチンチンかな、ベロかな、耳かな。ここでやったら鉢合わせんだよな。電源のところにいるんだよ、やったらな。ポータルいっぱいあるもん。やたら電源のところにいるんだよな。よし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 。で、コインか。何か持っていくか。いや、アイテム持てなくなるな。やめとこう。100円は、100円でいいかな。井戸神様、100円でもいいかしら。キリン。おお、どうも。ほらよ、青い紙。結局紙なんだこれ。あれかね、たくさん紙があるけど、
紙を貼るのか。おっと、あれ、なんだ、赤マント顔変わった少し。いやいやいや、どういうこと。あいつ、あいつ何、超フェイント、消えたから、あ、消えたかなと思ったら向こう側にいやがった。あ、これまずいか。あ、来るな。赤マント、赤マント、青い髪をちょっと貼っつけたいんだけど、最初の頃にね、つけられるかどうか知らんけど。あ、そっか、向こうの男子トイレから行けばよかったか。まあいいや。青い髪にすると何がどうなるんだろう。あれ、まだいるな。なるべくこちらが向かいたい場所にいるのか。はっきり青い髪っていうのはね、紫とかはあったけど、これでしょ。いや、晴れはしないのか。晴れはしないんだな。キッチンポーダルあんのか。よし、あーさあ、虫除けスプレーを置いてじょうろを回収しに行くか。あ、いるな。じょうろか。じょうろ何に使う。釣り竿、じょうろ。釣り竿か。種。プールの中に何かあったか。ちょっと待って、プールの中に何かあったか。何か沈んでるから釣り竿で。そういうのに普通考え至るよね。なんかお前、お前くそ、あいつ常にそこにいるな。こっちのこと見張ってんな。そうか、間に合うか。よし、間に合った。そう、あれ近いか、まだ音が。あの辺りフラフラしてんね。ちょっとそれはそれ困ったもんだな。テクスチャーがおかしい。ああ、いるね。すれ違ったね、普通に。ってことはいないってことじゃん。行っちゃおう、こっちから。ですよね。まずいか。まあなんとかなったね。あ、あれこっちじゃなかったな、行きたいの。間違えちゃった。どうすっかな。まあいいや。雲復活すんだな、邪魔だな。内側に出て、そうか。いや、こっちじゃねえな、生きてんのは。食べ物じゃないしな。今追いやられた結果、変な方来ちゃったな。あのまま放送室の右側に入りたかったな。ふん、避けらんねえじゃん。雲が一定時間でこう復活するんだな。邪魔だな。
多少殴られてでも行きたい方向に行った方がいいか？正面から来そうなんだよね。この正面行きたいんだよ。大丈夫かな？ダメですね。ダメですね。やっぱダメですね。生かしておくれよ。五章だからよ。五章だからよ。ライター落ちちゃった。そしたら、じゃあ、いや、こっちから行こう。ご 賞だから行かせておくれよ。なかなか行かせてくれませんね。プールに何かがあるような気がするんだけどな。来てる？プールに何かがある気が、ああ、こっち買った。気がするんだけどなあ。こっちからじゃなくて、どっちからでもいいや、別に。こっちからでもいいや。プール。回復は大丈夫だね。追われてる状態でプール行くのはあんまり良くないかもしれない。ああ、でも、ロッカーあったか。ただ、あんまり緊急な状態で、あんな狭いとこ入るのきついな。なんか、あんまりザリザリ言わなくなったんだよな。閉めとくか。よし。ここ雨の音うるせえしな。もっとしっかりここを探索したいところではある。なんか手に入れた。 なんかよくわかんないけど、紙が手に入ったかな、これで。多分取れたんじゃない？今、俺、普通にただ連打してただけだったけど。じゃあ、釣り竿を一旦置いて、紙が揃ってきたね。じょうろ。確か、じょうろが、この辺に、あいて。じょうろはなんだ？種だよね。ああ、いるな。違うか。さっきから見間違えてるだけか。どっかに植木鉢かなんかが。ああ、嫌な音したな。どこかに植木鉢と、種はさっき手に入ったから。ですよね。こっちかな？あ、嘘！痛い。嘘！マジかよ！しまった、雲が！そっか、しまった、雲はさっきやっぱ処理しとくべきだったな。忘れてた。甘いな、探索は。でも、紙が集まる方法も分かったね。これはいけそうだな、次回。